ティッピティーナスの外観、ティッピティーナスは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのアップタウン地域のライブハウスである。住所は、501ナポレオンアベニュー、ニューオーリンズ、LA で、ナポレオンアベニューとチャピトゥーラスストリートの交差点の角に位置している。地元の音楽愛好家たちが1977年1月14日に開店した。店の名前は、 プロフェッサーロングヘアの曲から取られており、彼も生前は出演していた。ニューオーリンズのライブハウスでは、最も著名で歴史のあるクラブの一つである。店の建物自体は1912年に建設されたものであり、ティッピティナスとなる前には、ジム、土博場、売春宿など様々な用途に使われてきたという。開店した当初は、ジュースバー、レストラン、およびバーも店内にあったが、 現在はなくなっている。ロゴマークにバナナがあしらわれているのはジュースバーがあった頃の名残である。1980年代前半には地元のラジオ局 WWG が上野木沢橋にスタジオを持っていた。ティッピティーナスは1984年のニューオーリンズ国際河川博覧会の際には音楽のシーンも博覧会会場周辺に集中したため一時的に閉鎖した。 その際、建物は改装され、ライブハウスの天井を吹き抜けにするために、上野木沢橋の部屋が撤去された。1998年には、別館のティピティーナスフレンチクォーターを開店。当初は本店同様ライブハウスであったが、現在は貸切パーティー専用の会場として機能している。また、ニューオーリンズの音楽シーンとミュージシャンを支援するための、非営利団体、 ティッピティーナス基金を参加に立ち上げ、特にハリケーンカトリーナで被災したミュージシャンの支援等の活動を行っている。恒例のニューオーリンズジャズヘリテッジーフェスティバル期間中はジャズフェスティバルをもじったフェスジャスタイバルという名称のコンサートシリーズを企画している。プロフェッサーロングヘアの肖像が掲げられた店内、ティッピティーナスでレコーディングされたライブアルバムには書きがある。 ありがとうございます。